ケ介スケは、兵庫県西宮市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。福岡ソフトバンクホークス1、軍マネジャー兼打撃投手の岸健太郎は実刑。また、杉本由美とは最重姉妹にあたる。関西学院高校時代は、3年生の時の、兵庫大会の準々決勝で、私立山ヶ崎高校に敗れ、在学中は春、夏とも、地元、 阪神甲子園球場での全国大会に出場できなかった。関西学院大学への進学後に公式野球部へ入部。清水誉は2年先輩、小木野隆宮西久夫は1年先輩にあたる。同部では1年秋から同番機会を与えられたが、病気で体調を崩し2年間も練習すらできない日々が続いた。 関西学生野球リーグでの通算成績は36試合に、当番4勝10敗、防御率3.74を記録。4年時には、大手保険会社への就職が内定していたが、独立リーグの入団テストを受験。関西独立リーグの大阪ゴールドビリケーンズに入団した。2013年11月10日に、第1回12球団合同トライアウトへ参加。 その直後に、千葉ロッテマリーンズの周期キャンプで入団テストを受けた、結果、同月21日に育成選手として入団することが決まった。背番号は121。2015年から2016年まで、三菱重工長崎公式野球部でプレーを続けた。2016年限りで現役を退いた後に、2017年から、打撃投手兼スコアラーとしてロッテに復帰したが、 2018年のシーズン終了後に再び対談した。2019年からは読売ジャイアンツのスカウトに就任。時速140キロメートル前後のストレートにスライダー、カーブ、シュートなどの変化球を織り混ぜて打たせて取るスタイル。本人曰く持ち味はコントロール。愛媛時代の数値は四国アイランドリーグプラス公式ウェブサイトによる。ありがとうございます。